さあ、海軍たち、海賊を倒すんだ。さらに犠牲も出てしまう。おお、弔いに来たか。やっぱりこの世界、ちょっと海賊が多すぎるか。怖いね。おい、また一人やられた。こうなったら俺が、海軍として殲滅するしかない。チェレス、今回もワンピースの世界やっていくんですけど、今回は、大将、キザルの力。さあ、というわけで、今回はついに、海軍編。今までね、数多くの海賊の力を使ってきたんだけど、今回はついに、海軍の力を使っていく。その前に、一旦、ここは任せよう。ストルは行かなければならないところがある。そこはもちろん、マキノさんの店。ようマキノさん、いつも海賊だけど今回は海軍として来たよ。例のものあるかい？いつも通り冷やしてあるよ。よし、じゃあもう定番のね、ここにさあ、悪魔の実、見るからに眩しそうな悪魔の実、これもらってってやろうぜ。ピカピカの実、さあこれで来たぞ。ピカピカの実。そして今回は所属選択して、いつもはねこの上の海賊なんだけど、ついに今回海軍を選択。さあなってしまった。海軍に。で、海軍だと特殊なスキルが配られて、海賊だったらそこら辺の海賊をね仲間にすることができるんだけど、今回は食料等の支給、一旦押してみるか。さあ、おお、クッキーだ。まあ、さすがにこれじゃ足んないから、ちょっと牧野さんの店から全ての飯をかっぱらっていく。よしよしよし、ありがとう牧野さん。待て、なんだこの帽子。これ海賊の帽子じゃないか。さあもらっていくぜ。これはこれ俺がじきじきに返すよ。やつにな。じゃあ早速ちょっと外出るか。このね、後ろの正義に恥じないような戦いを見せていきたい。今使える技がなんだ。お、結構あるね。今使えるのが天の村雲、レーザービーム、そしてヤタの鏡。うわっ、すげえ。ヤタの鏡選択すると全身光ってるぞ。これがピカピカか。で、ブラックモギリはこうやって武器として使うことができると。さあ早速なんだえ、海軍っていつからこんなことになっちゃった。何このむごい攻め方。水攻めしてる。見なかったことにしよう。と、お、海賊いるじゃないか。じゃあ使ってみるか。アーマーのブラックボーで殴っていく。うわ、すげえ。そっか、俺ロギアだから物理もう効かないわ。え、待って、ロギア強くない？で、アーマーのブラックボーで殴っていく。うわ、強い。アーマーのブラックボーも火力が。え、やべえ、海賊いるな。早速ちょっとまだまだ力が足んないからレベル上げていこう。まずはちょっとあっち広そうだからあっち行ってみるか。さあ、ヤタの鏡。さあこれをすれば、おお、すごい瞬間移動できるわ。視線の先にシュンって飛んでいく。いいね。あ、しかもこのヤタの鏡の軌跡が残るわ。いや、これかっこいいな、マジで。さあ、そして早速あるな、大海賊の旗。今回もね、やっぱ海軍大将を使うなら4号クラス倒していきたい。さあ、じゃあちょっとあそこにヤタの鏡で近づいてからの、すぐさま殴っていく。この機動力生かしていくといいね。さあ、なんかいないか。あ、いた。さあ、じゃあちょっと固まってるし、遠距離に対しては行くぜ。レーザービーム、うはははは、強い。さあ、遠距離からレーザービームをかましていく。しかもめちゃくちゃこれ速そうじゃない。すごいな、レーザービーム。どれくらい届くんだ。結構射程は、あ、長いわ。じゃあちょっと一旦これ上行って、よいしょ。あ、登ると簡単だな。これあれか、これ真上にレーザービームすれば、おお、すごい、一望できるわ周りを一瞬で。やばい、レーザービームが、え、レーザービーム最強じゃないこれ。いや、海軍キザルめちゃくちゃ強そう。この力がどれだけ強いか気になる人、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。果たして4個相手にどれだけいけるのか。で、この世界はね、この能力で敵を倒せば能力者経験値も上がっていくから、さあそろそろなんか新技来てもおかしくないんじゃないか。見てみるか。さあ、おはは、聞いてるじゃないか。高速の蹴りと、やさカニのマガタマ。やっぱりこのキザルと言ったら、このやさカニのマガタマでしょ。うわ、すげえ。光の速度で蹴られたことはあるかい。ちゃんと名言までかましていく。早速やってみるか。光の速度で蹴られたことはあるかい。おお、早い。一瞬で俺近づく。さあ、ちょっと多いな。今はやっぱりこの、行くぜ。やさカニのマガタマ。さあ、上に飛んで、この、はははは、弾の連打。これ相当強いぞ。この破壊力えぐいな。そして、わ、すごい。ちゃんとポージングしてる。もうね、再現がすごいんだよな。やべ、チャロスいんじゃん。なんか狙ってない？大丈夫だよ。海軍だから。うわはははは、すげえ倒して。うわ、殴りたい気持ちもあるけど、俺過去にボコボコにされてるからな、チャルロスで殴って。まあさすがに大将だからな。待て、ルフィがいるぞあそこに。ちょっとルフィをいずれ倒していこう。まずはレベル上げよう。いや、でもこれも強いな、光の速さ。これが高速の蹴り。いや、強い。こうやって一瞬で近づいて殴っていく。まあ、蹴っていくか。これだいぶ強い。やべえ、かすった。かすったらダサいな、これ。飛んでっちゃうわ。うわ、海賊船がめっちゃあるな。でね、このね、ヤタの鏡は、うまく使えば、こうやってもう無限に、もう空中をこうやって飛ぶことができるんだよね。だからこうやってうまく使えば、簡単にこうやって乗り込めちゃうと。さあ、海賊船は、なんか宝箱あるんじゃん。開けてみっか、たまには。さあ、うわはは、海賊いるんだよね。しょうがない。滅ぼすか。ヤサカニのマガタマ。さあ、オッケー、殲滅完了。じゃあちょっと、一旦覇気欲しいから、海軍基地を襲うわ。まあ、訓練つけるみたいな感じで、大将自らやってみるか。さあ、ここを触れば、オッケー。海軍出てきて、さあいたぞ少々、殴って、さあバトルだ。さあ行くぞ少々、この基地でヤサカニのマガタマ。やばいやばい、見えない、上行っちゃった、飛びすぎて。やっぱ室内ダメだな。やはりここはこの中で高速の蹴り。ただやつもちゃんといてえな。しかも覇気持ってるからロギア引かないしね。外行きたいな一旦。
壊してやるか。ヤサカニのマガタマ。さあ、こうすると、オッケーオッケー、来た。ここならかませるぞ。ヤサカニのマガタマ。さあ、これで、連続をかましていきながら。いや、ただ、耐えるな、少々。さすがだよ。レーザービーム。これ強いんだよな、オッケー。さあ、おお、俺が少々になったわ、そして。そっか、俺まだ、大差でも何でもなかった。この世界はレベルを上げればね、階級を曲がっていくから、今俺やっと少々か。でも少々でだいぶ強いぞ、もう。で、ハッキーも今ね、少々倒してゲットしたから、これ全部使って、オッケー。3種類投げゲットだ。さらに強くなった。さあ、そして技が、お来たな。分身があるわ。なんだこれ。あと、アマテラス。一旦じゃ全部解放して、でとりあえず海賊探す。おロビンちゃんいるな。倒すか、ロビンちゃん。行くぜ。分身わっはっはすげえ！なんだこれ！分身が出るわ、俺の。こいつらがそう殴ってくれるわ。あ、お前、おい、俺の獲物だぞ、それ。すごい面白いな。じゃあ、ちょっともっと強い海賊倒してみるか。さあ、キッド！さっきぶりだな。さっきのね、海軍戦で、俺はね、もうゲッポンも手に入ってるから、空飛びながら、いけるぞ。そして、武装色！これで殴っていく。さあ、怖い、キッド。さあ、まずは、アマの村雲で、殴っていく。さあ、奴も殴ってきてんな。じきじき、いて！やっぱ近づけないな、まだ。それなら、レーザービー、なんだ！飛ばしてきたぞ！奴、おお、すごい。そんなことしてくるのか。まあ、ただ俺もレーザービームの遠距離攻撃あるからだ。ピカピカの速さは無理だろう。で、一体後の鏡で翻弄しつつ、ちょっと距離離して回復待とうか。ヤサカニのマガタマ！さあ、これで飛ばしてきたから、俺の分身たちが。行けお前ら！これシュールだな、めちゃくちゃ。で、アマテラス。このアマテラスはね、この、目つぶし、目くらましに使えるから、さあ、殴ってきたこのアマテラスで、おお動き止まるね。アマテラスで動き止めて、で、アマの村雲で安全に殴っていく。これめちゃくちゃ強いな。からの、高速の蹴り。さあ、きっと、光の速度で、蹴られたことはあるかい。ただ、やばい、避けられた。だから俺も、剣分身で避けていく。しかもこれ、あ、連射できる。意外と連射できるな、このレーザービーム。そして、レーザービーム連打で、オッケーきっとも倒していく。これがピカピカの身の力か。相当強い。そして、大差になって、覇王者のラケも使えるぞ。さすがにルーキー倒したからな。さあ、これでどうだ、技が。さあ、来たら、最後の技。アマの岩と、多分、キザルの中で一番火力の高い技。じゃあ、ちょっとここまで来たら、帽子回収に来たぜ。モンキー D ルフィ。一発じゃアマの村雲で、殴って。さあ、行くぞ。まずは光の速度で、蹴られたことはあるか。やべえ、避けられた。そしたら、ヤサカニのマガタマで、分身出しつつ、さあ、行けお前ら、分身たち。え、この分身たちがマジで強い。で、その隙に俺はレーザービーム。レーザービーム連打ができるのがめちゃくちゃ強いな。早速かますか、じゃあ。行くぜ。天の岩と、すごいぞ、この赤い力。この蹴りから、繰り出される強力な光のエネルギー。さあ、そして普通にこのヤサカニのマガタマ、このマージしたり、かましていくわ。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。ダルビーそんなもんか。そして、アマテラス。で、目つぶししながら、目がくらんでる状況で、この、ヤサカニのマガタマ連打。近距離で、そこに追い打ちの、天の岩と。じゃあ、いった、危ね。ヤトロ鏡で一旦ちょっと逃げて、距離離したところで、この、ヤサカニのマガタマ、マシと連打して、さあ、そろそろじゃないか。アマの岩と、オッケー、麦わらのルフィも倒してやったぜ。いや、キザル強え。なんか、何でもできる感あるな、キザル。遠距離、近距離、そして、逃げも移動も。さあ、もう海軍として、だいぶ強くなったぞ。だいぶレベルも上がって、さあ、なったぞ。海軍大将に。いいね、ちゃんと、海軍本部大将になってるわ。そして、覇王色もね、まとるようになって、だいぶ極まったな。それなら、じゃあ、挑みに行くか。やつり。さあ、さっき見つけた、白ひげの旗。今回ついに4個白ひげを海軍大将として倒していく。これが頂上戦争だ。覇王城の木出て、さあ来るか。来たらエドワードニューゲート。マルコも一緒か。やめろ、白ひげえぐい。無限に来るグラッシュが。マルコ無視でいいか。さあ近づくのもやっとだけど、やったの鏡で近づいてから、ヤサカニのマガタマ。さあもう食らってもいいから撃つ。意外とそして耐えられるな。で一旦ちょっとヤサの鏡で逃げつつ、さあ光の速度で蹴られたことはあるかい。一瞬の懐に行く。さあこれでオッケー。やべえ、近距離行くと、奴の重たい拳が来るな。これアマテラス効くかな？アマテラス！アマテラス効いてんじゃない？アマテラスで、やめても殴られる。行って、目くらまししようと思ったけど。それなら、ヤサカニのマガタマして、さあ行け、俺の分身たち！さあははは！この分身強いんだよな。からの、アマの岩戸！やっぱアマの岩戸が一番強い。これでアマの岩戸の火力で、さあ光の高速の蹴りかまして、でもここで、アマの村雲で殴るのあり。いや、ただ行ってえな。近づいたらね、拳来るんだよな。てか4個強え。やっぱキザルらしく遠距離行った方がいいな、これ。意外とこれね、火力低いんだよな。でもこれ食らうの前提で、ヤサカニのマガタマ！いいぞいいぞ、翻弄していけ。いいね。避けて。半分行ったらどうなるんだ。さあ、覇王色が来た。まずい。斬撃飛ばしてきた。変わってんぞ攻撃が。じゃあ一旦俺も覇王色の覇気で、ヤツの覇王色打ち消して。さあ行け、分身たちよ。さあ行け行け行け、いいね。翻弄されて、やばい、痛い。斬撃が、斬撃は、待って、斬撃は、おはは、壁貫通しないじゃん斬撃。なんなら俺こっちの方が戦いやすいんじゃないか。やべ、でも近づいてきた。一旦逃げよう。さあ逃げて、逃げも強いんだよな、キザルは。でもチクチク、アマの岩と、てかアマの岩とのこの速度いくくらい。今あえて近づいてみるか。この高速の蹴り、白ひげ光の速度で蹴られたことはあるかい。ただ
めちゃめちゃ振ってる。さあしっかり分身も作りつつ、このキザルらしくもう翻弄していく速度で、さあもう一回もう速攻近づいて、もう天の無力無で殴っていく。これ巨体と対マン、さあ行くぜ白ひげ、どっちが最強か蹴りをつけようぜ。でヤバくなったら逃げる。よしいいね、距離一瞬離して、ヤサカニのマガタマ、さあもう連続で当てつつ、さあもう少しだぞ、終わらしてやるか。天の岩とどけ倒したぜ。そしてごめん、マジでマルコずっと無視してた。マルコも倒すか。マルコ飛ぶから厄介なんだよな。さあ一旦逃げた。お海軍剣水になったわ。マルコお前の目の前で親父倒して大将超えちまったキザルが。え、マルコの方がもしかして強いか。さあ覇王衆投げ打って、よし。さあそうすれば止まるし動き。さあさらにマルコオッケー。マルコも意外と余裕だ。さあもうそれよりもこれよ、牛とぜ白ひげ。いや強かったな白ひげ。しかもこれさ多分さ、さあ上行って、うはははは、戦場がえぐい。ただこれで倒したぞ。そして海軍本部元帥になったわ。なってしまった最強の海軍に。さあじゃあもうそろそろいずれあの海賊王ゴールドロジャー倒していきたいな。あれなんかでも元帥の威厳はないか。